ってみたいな。うわすごい、切符じゃなくてコインでした。面的な？でもスプーンで食べるんだね。おいしそう。1日目のコーディネートです。雨だったので少し寒くてレザーを羽織っていますが、太陽が出てればレザーは必要ない気温でした。その後スーパーでお買い物です。スーパーでの購入品も別の動画で紹介します。アボカド、この辺の景色ホテル到着しました。うまい、うん、おいしい、うまい、うん、めっちゃおいしい。淡水着きました。何回飲めるやろう。何回も飲みたい。2回。2回じゃない、もっと飲みたい。3回。もっと飲みたい。いただきます。理由はない。あいにくの雨でしたが、晴れていたら夕日が綺麗な場所みたいです。はい、どうぞ。あ、そうやな。おー、台湾のお茶はシュガーなしと言わないと基本的に砂糖が入っているので要注意です。砂糖が入ったお茶は日本人にはとっても飲みにくいです。また電車で移動してシーリン夜市に来ました。夜市にはあんまりお酒は売ってないので、駅降りてすぐのコンビニでお酒を先に買います。コンビニで買ったビールを飲みます。皆さんが言うように臭いです。臭いです。めっちゃ大きいよこれ。これが有名な胡椒餅です。日本人が食べやすいけどちょっと八角の香りがする。味はピーナッツバターのような感じで、食感がかき氷よりかもちょっとしっとりした食感でした。何してんの、看板猫の青くなっちゃった。家だ、いいな、そこ。いやー、かわいいね。靴屋さんにお家あんの。かわいがられていいな。バイバイ。来たよー。なんだっけ。カキオムレツ来たよ。午前中から乾杯。おい、
しそう。タピオカミルクティーの発祥のお店らしいです。お持ち帰りできたんでお持ち帰りしました。美味しい。 AC ランよりかもタピオカがちっちゃくってなんか上品な味です。では百貨店にお買い物に行きます。すごい人やな。かわいい。小籠包4軒目です。あとこれとなんか豚の角煮みたいなやつ。この10分9分の小籠包も美味しいけど今朝食べたところの小籠包は勝らないね。絶景。2日目のコーディネートです。9分は寒いかなと思ったんですけど、ムシムシ湿気が多くって暑いぐらいでした。オカリナで千と千尋の曲を吹いている方がいて本当に幻想的で素敵でした。いいね。うわぁ取れた。5回目の小籠包です。あ、曇っちゃった。うわ曇って綺麗。神秘的。うわ絶景でいただきます。パクチー&アイス。写真どうぞ。ありがとう。写真はいいね。中身こんな感じです。ピーナッツとパクチーとアイス。美味しい、どんな美味しさかに。パクチーの酸味と風味だよ。風味とアイスとピーナッツ。アイスの甘さとピーナッツの歯ごたえと。え？歯ごたえとピーナッツの歯ごたえと歯ごたえで美味しい。何してん。たっぷりで。またここのタピオカミルクティー買いました。美味しい。あ、こういうじゃった。どうせこれ入るの。あ、なんか、なるほどね。面白い。大量の商品入る。ホテルに持ち帰りました。さっきの唐揚げ的な、さっき買ったやつも甘酸っぱくて美味しかったです。有名なマンゴービールとハチミツビールです。おはようございます。3日目の朝。今日もね美味しくてここの小籠包を最後に食べに来ました。2回目来ました。今回は担々麺も頼みました。
担々麺美味しいかな。どこも美味しい。今日のコーディネートです。3日目は天気も良く半袖で過ごすことができました。お気に入り動画でも紹介したマウジーのワンピースを着ています。台北101に来ました。世界で2番目に高い建物です。また少し電車で移動して古い歴史のある削った麺、刀削麺を食べに行きました。